平野翔、ガンユー神宮寺ユ太タのナンバーアンダーライン愛、東京ドムでファンとの絆を深める。チャリティーイベントで社会貢献活動も。東京ドムに集まった観客たちは、あの日の光景を忘れることはないだろう。灼熱の夏空の下、戸部所属のアーティストたちが繰り広げたチャリティーイベント、アクト・フォー・ホープ・トゥヒーローズ・プロジェクト・イン・東京ドムは、ただのイベントではなかった。それは、 震災で傷ついた心を癒し、新たな希望を生み出すための熱い思いが詰まった一日だった。平野翔、神宮寺雄太、岸優太らが所属するグループ、ナンバーアンダーライン愛を筆頭に、三宅県や北山博光、そして若手グループ、IMP らが共に手を取り、石川県輪島中学校の生徒たちを迎えて、東京ドームの広いフィールドで汗を流した。その背景には、 令和6年の能登半島地震の被災者たちへの深い思いやりと支援の気持ちが込められていた。震災という言葉は、日本人にとって決して他人事ではない。過去に何度も経験してきた災害が、私たちの記憶に深く刻み込まれている。だが、その痛みを共有し、共に乗り越えるための行動を起こすことができるかどうか、それはまた別の話だ。戸部のアーティストたちは、その責任を感じ、 自らができることを精一杯行おうと、このプロジェクトに取り組んだ。イベントでは、プロジェクトテーマソング、b e o n Your Side が会場に響き渡り、観客たちの心を揺さぶった。この楽曲は、ただのパフォーマンスではなく、未来への希望と支援のメッセージが込められていた。野球やリレーといったスポーツ競技を通じて、アーティストたちと中学生たちは共に汗を流し、笑顔を交わし合った。 その瞬間,瞬間が、被災地への思いやりの象徴となり、見守る観客たちの心にも深く刻まれた。東京ドームに集結した熱狂的なファンの前で、平野翔、岩優太、そして神宮寺優太が再びステージに立つ姿は、ただのパフォーマンスを超えた何かを感じさせた。彼らが率いる新しいグループ、ナンバーアンダーライン愛は、かつてのジャニーズ時代からの進化を象徴する存在だ。 彼らが挑戦し続ける姿勢と、新たな道を切り開こうとする意志は、多くのファンにとって勇気と希望を与えるものとなっている。平野翔、岩優太、神宮寺優太。この三人が共に歩んできた道は、決して平坦なものではなかった。ジャニーズ事務所を離れ、新たな一歩を踏み出すことは、彼らにとっても大きな決断だった。ジャニーズでのキャリアは、彼らにとって輝かしいものであったが、 それに縛られることなく、新たな挑戦を選んだことは、彼らの強い意志と未来へのビジョンを感じさせる。ナンバー・アンダーライン・アイとしての活動は、単なる音楽やエンターテインメントを超えた意味を持つ。彼らが出演したチャリティーイベント、Act4Hope2Heroes Project in 東京ドームは、その象徴とも言えるだろう。震災で傷ついた心を癒し、希望を届けるために立ち上がった彼らの姿勢は、 多くの人々に感銘を与えた特に、平野翔のリーダーシップは際立っていた。彼は、持ち前のカリスマ性と情熱を持って、イベントを盛り上げただけでなく、ファンとの絆をより一層強固なものにした。かつての、キング・プリンスのメンバーとしての彼の存在感は健在であり、その経験が新たなプロジェクトに生かされていることは明らかだった。一方で、岸優太と神宮寺優太もまた、 それぞれが持つ個性と魅力を存分に発揮していた。騎士は、その誠実さと真面目さでファンの心を捉え、神宮寺はその柔軟な対応力と笑顔で場を和ませた。彼らのコンビネーションは、まるで長年共に活動してきた兄弟のようであり、それが、ナンバーアンダーライン愛というグループに深みを与えている。しかし、彼らが直面する課題も少なくない。ジャニーズ時代からのファンベースを維持しつつ、 新たなファンを獲得するためには、独自の魅力とメッセージを発信し続ける必要がある。また、K-POP や他の国内外のアイドルグループとの競争も激化している中で、どのようにして差別化を図るかが、今後の彼らの成功を左右するポイントとなるだろう。No.1 アイは、これまでのアイドルグループとは異なる、新たなスタイルを模索している。その一環として、音楽だけでなく、 社会貢献活動やファンとのインタラクションを通じて、より幅広い層にアプローチしているのだ。例えば、今回のチャリティーイベントでは、震災で被災した子どもたちとの交流を重視し、彼らにとってのヒーローとなることを目指した。このような活動を通じて、彼らは単なるアイドルグループではなく、社会に対して積極的に働きかける存在としての立ち位置を確立しつつある。彼らの活動は、ファンとの距離を縮めるだけでなく、 新たなファンを引き寄せる力を持っている。特に、若年層だけでなく、幅広い年齢層から支持を受けることが重要だ。そして、そのためには、彼ら自身がどのような価値観を持ち、どのように社会に貢献していくのかを明確に示すことが求められる。ナンバー・アンダーライン愛の未来は、これからの日本のアイドルシーンにおいて、重要な存在となる可能性を秘めている。彼らがどのように進化し、 成長していくのか、それはファンのみならず、業界全体が注目するポイントである。平野章、岩優太神宮寺優太の三人が見せる新たな挑戦は、多くの人々にとってのインスピレーションとなり、彼ら自身もまた、それを糧にさらなる高みを目指すことだろう。この先、彼らが歩む道は、決して容易なものではないだろう。しかし、彼らの情熱と決意があれば、 その道は必ずや光り輝くものになるだろう。ナンバーアンダーラインアイという新たなアイドルグループの誕生は、日本の音楽シーンに新たな風を吹き込み、彼らの名前がこれからも語り継がれていくことを期待せずに入られない。特に印象的だったのは、元日本テレビアナウンサーの上重聡が進行を務めた試合で、ハリセンボンがゲストサポーターとして競技を盛り上げたことだ。ユーモアとエネルギーが交錯する中で、 ものまねタレントの日知郎が登場し、平野翔と対決する場面は、会場全体を完成で包んだ。その瞬間、単なるエンターテインメントを超えた、何かが生まれていた。しかし、このイベントの真の価値は、表面的な楽しさだけではなかった。イベントの利益は、すべて被災者の子供たちのために寄付されることが決まっており、その寄付先は後日公式サイトで公開される予定だ。 この透明性と誠実さが、多くの参加者や観客に安心感と信頼を与えた。だが、ここで重要なのは、寄付の金額や規模ではなく、その背後にある気持ちだ。参加者一人一人が、この活動を通じて何かを変える力を持っていると感じることが、真の支援となる。三宅健が語った言葉も、その思いを象徴していた。僕たちはこうした活動を通じて貢献できたらと思っていますが、 何より皆さん一人一人のの力がが被災地への大ききなな支援につながっていきます心からの感謝を皆さん一人一人に送りたいと思います。このコメントには、ただの言葉以上の重みがあった。三宅自身もまた、震災を経験した人々の痛みを理解し、その痛みに寄り添うことの大切さを知っているからこそ、このような感謝の言葉が自然と口をついたのだろう。北山宏光もまた、 普段関われない中学生のみんなとも触れ合うことができ、ここからたくさんの笑顔が生まれていく予感がしました、と述べた。この言葉には、未来への希望が込められていた。震災で傷ついた心を癒やすためには、時間が必要だ。そして、その時間を共有し、共に前に進むための力が、こうしたイベントから生まれるのだ。一方で、このイベントに参加した観客の中には、異なる視点を持つ人もいた。 ある観客は、利益は能登半島地震被災者のために寄付ということで、間接的に私たちも寄付できてると思うともっとチケット代高くてもいいよと思ってしまいました、と語った。この意見には、イベントに対する高い評価とともに、その意義をより深く理解しようとする意思が感じられた。しかしながら、このイベントには、ジャニーズ事務所とトベの関係性に対する疑問を投げかける声もあった。ある参加者は、 ジャニーズも野球大会とかやっていたのを思い出す。と述べ、過去のジャニーズ事務所の活動との類似性を指摘した。また、ジャニーさんを継いだ滝沢さんが、ジャニーさんと同じことをやっても、ジャニーズを出た人は非難されない。という意見もあり、メディアやスポンサーがどのように旧ジャニーズ事務所と戸辺を扱っているのかについての疑問が浮かび上がった。これらの意見は、決してイベントの意義を否定するものではないが、ジャニーズ事務所の過去の行動や、 それに対すするるるる社会の反応をを考慮する必要があることを示唆している平野翔や滝沢秀明が過去の影響からどのように抜け出し、独自の道を切り開こうとしているのか、その挑戦は今後も注目されるべきだろう。それでも、このイベントが持つポジティブな影響は否定できない。ナンバーアンダーラインアイのメンバーが輪島中学校の生徒たちと共にスポーツを楽しむ姿は、被災地の人々に希望を与える力を持っていた。 まだ復興が進んでいないということも聞いているので、こういったイベントを通して被災地の方に少しでも元気を届けられたらいいなと心から願っています。というコメントには、メンバーたちの真摯な思いが込められていた。こうした活動が、日本全体に広がり、被災地だけでなく、社会全体に良い影響を与えることが期待される。東京ドームでのイベントが一つの成功を収めたことで、今後も同様の取り組みが続くことを願ってやまない。 最後に、このイベントが持つ意味について、もう一度考えてみたい。私たちは、社会全体が直面する問題に対して、どのように向き合うべきなのだろうか。震災や自然災害は避けられない現実だが、それに対する私たちの対応や支援の仕方は、未来を変える力を持っている。戸辺のアーティストたちが見せた行動は、その一つの模範であり、 私たち一人一人が何をすべきかを考えるきっかけを与えてくれるだろう。今後、私たちが直面するかもしれない災害や困難に対して、どのように立ち向かうべきか。そして、支援の輪を広げ、共に歩むために何ができるのか。これらの問いは、今後も私たちの胸に深く刻まれ続けるだろう。そして、その答えを見つけるために、私たちはどのような行動を。